いたしました。本日の第1試合、高田商業対奈良高専の試合、まもなく開始でございます。まず守ります奈良高専のピッチャーは浩二君、ラスナー堀君、ファースト高橋君、セカンド山中君、サード岩永君、ショート大木谷君、レフト増井君、センター坂口君、ライト岡村君。なお審判は重心長い、塁審は一塁豊住、二塁有山、三塁近藤。以上4試合を行います。1回の表、高田商業の攻撃は1番サード森田君、サード森田君。試合に先立ちまして、ただいまより桜井市立阿部小学校6年生上田小太郎君によります始球式を行います。
センター坂口君、ライト三浦君、
の攻撃は8番センター高口君、センター高口君。Thank you.
Thank you.
点の攻撃は7番ファースト高橋の点、ファースト高橋の点。Oh, my God.
高校と奈良市学の部長さん、監督さん、並びにキャプテンは正面玄関までお越しください。ピッチャー坂本君、ピッチャーがレフト入ります。レフトの増井君に代わりまして坂本君が入り、ピッチャーの浩二君がレフト、5番レフト浩二君、9番ピッチャー坂本君、以上に代わります。4回の表、
4回の裏村高専の攻撃は2番
代表岡村君。Yeah!
神奈川県。